鳥インフルエンザが発生したときに被害をどう最小限に防ぐか、県や自衛隊などが訓練をして手順を確認しました。訓練は29万羽をブロイラーで飼育している養鶏場で鳥インフルエンザが疑われる事例が発生したという想定です。その翌日の行動を迅速にすることで被害を最小限に防ごうと、防疫作業にあたる自衛隊や自治体の職員らおよそ200人が訓練に臨みました。3つの班に分かれ、鶏を効率的に追い込んだり、炭酸ガスを使って殺処分したりする流れを模擬訓練で確認しました。農家の方々含めてですね、いろんなところに影響が大きいのが鳥インフルエンザであります。こうした部分をですね、踏まえてスピード感を持って対応できるような形ではですね、今後も日々、危機感を持って対応していきたいというふうに思ってあります。去年1月の佐伯市など県内では過去4件鳥インフルエンザが発生しています。